なかなか一人で行動することはできません。まだできないんですよ。私もまだ抜けてないんですよ、この苦しさから。もう2年以上前になるんですけれども、自分の体験を公で告白した時、この状態が全く想像できないままスタートしました。でもどこかに声は当たるだろうと思い、言葉を発し、そしていろんな方にその言葉をキャッチしていただいて、今こうやって皆さんとシェアできる時をいただいているんだなと本当に思っています。実は今日一番お話ししたいことがありまして、それは合意についてです。今日実は4年前ですね、はい、4年前に被害に遭った時の服を着てきました。それからこの服を着ることにすごく抵抗があったので、それから着たことがなかったんですけれども、やはりあなたの着ていたものが悪かったから、挑発的だったから、下着はこうだったんでしょう、そういった言葉が尽きなくて、今日は皆さんの前に出て、私はこれを着ていましたと伝えたくて終わりまいりました。本当に日常のもうその何も考えないで着ていた服なんですけど、でもその時の記憶って本当にずっと心の中に残っていて、またこの服を着ることがあるとは思わなかったんですけど、やはり着ているもの、履いているもの、それをに対して、だからいけないんだ、こうだからいけないっていうのも絶対にあってはいけないと思います。日本の今の法律では何が合意か、そこの部分が抜けてしまっているために、どれくらい暴行を受けたのか、どれくらい戦ったのか、それが証明できなければ、それを被害だと認めてもらうことはできません。今まで声を上げられなかったのは、本当に何を着てたの、どこにいたの、そんな質問が繰り返し被害者に向けられたり、自分の中で聞いていたり、そんなことがあったからだと思います。私自身もこの洋服を今日まで着なかったのは、そういった自分に対する、そういった責める言葉がどこかにあったからだと思います。でも今日からは皆さんにもぜひ、何を着ていても、どんな格好でも、それは合意ではない、その意識を一緒にシェアできればなと思い、今日ここに立ちました。来年の法改正見直しに向けて、本当に皆さんの声、そして社会の温度が少しでも上がって、少しでも多くの人がこの意識を広げられる、安全なより良い住みよい、何かあったらすぐに声を上げられる、そんな環境づくりを皆さんとこれからもしていけたらと思います。今まで誰にも話せなかったことを、このすごく温かい空間で少しずつ他者の経験を聞くことによって、あ、これは自分も語っていいことなんだっていうことに気づいて、話せるようになる、シェアできるようになる、言語化できる、なんかその環境をこうやって、ね、東京駅の前っていう立地でしているっていうのが、うん、すごいことだなと思っていて、なんかこんな温かいでもなかなかないんじゃないかなと思います。すごい日本が誇れるデモだと思います。なんか